きチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日のお題は、はい、一軍で、うん、まあ、もしくは野球で、うん、打てる選手と、はい、打てない選手の違いは何でしょうっていう。はい、そんなこう綺麗に答えてあります？これが違うっていう。うん、ある。センス。いや、俺とかセンスないから。え、本当ですか？うん、センスないんですか？俺はもうセンスっていう言葉が好きじゃないんだよ、うん、そもそも。なぜなら、うん、どの何の競技でも、はい、どんな分野でもいいけど、うん、結果出してる人が、うん、まあ、俺ってセンスあるからでっていう人聞いたことないよ。確かにそうですね。俺はもう、はい、イチローさんとか、うん、大谷とか、はい、ダルビッシュとかが、うん、いや俺ってセンスあるからで、うん、他の人とは違うよ、はい、って言ったら、うん、あ、センスってあるのかなって思うけども、はい、あの結果残してる人で、うん、まあ、俺が知る範囲で、うん、企業家とかでもそうだけど、はい、いや俺ってセンスあるからねっていう人聞いたことないよ、うん、周りが言うのよ。はい、で、うん、ダメなやつほどセンスっていう言葉が使う。そうなんですね。いや、あのセンスないからとか、うん、あの人センスあるからとか、はい、いやセンスはもうな、俺はもうセンスなんてないと思ってる、まあ、ちょっとでも言葉としては弱いな。じゃあバッティングで一番大事なのは何だと思う？ミート。そうなんだけど、バッティングで一番大事なのはもうタイミングだけだから。あ、タイミングのが取れるか取れないか。そう、もう形なんて大げさに言うと何でもいいし、うん、どうでもいいんだよ。フォームなんて、うん、だって大体メジャーから日本からプロ野球選手見て、はい、同じようなバッティングフォームで打ってるやつほぼいないじゃん。そうですね。だってバッティングは、うん、一番大事なのは、はい、さっきは袴先生言ったようにミートポイントに、うん、素早く力強く出せれば構えなんて何でもいいわけよ、はい、ね、そこで素早く力強く出せないから、うん、もうあんまり動かないでトップの位置から出した方がいいんじゃないのかとか、うん、力強く出せないから足上げて溜めた方がいいんじゃないのかとかね、うん、でもいろんな動作をすればするほどそこに誤差が生じやすいわけよ、はい、一番いいのはさ、うん、だってバッティングでもし一番いいのはこれだよね。まあそうですね、これで一番当たりますよね。当たってホームラン打ってたら、はい、これが一番いいわけじゃん、うん、大げさに言うとね、はい、理屈で言うと、うん、でもダメだから、はい、じゃあこっからこれがいいわけでしょ。でもダメだから、うん、こうダメだからダメだからダメだからってこうなっていくわけじゃん。パワーを貯めて打つわけですよね。ってなった時に、うん、下がれば下がるほど、うん、ミート率は下がるよね。そうです。で下がれば下がるほど、うん、誤差が増えやすいよね、はい、でもこれじゃ無理だから下げていくわけじゃんね、うん、でも、うん、形はどうでもいいわけよ。でもここにタイミングよくいかないといけないから、はい、タイミングが一番大事なのよ。あ、なるほど。でもタイミングって教えれないんだよ、はい、タイミングって教えれないでしょ。タイミングってもう自分の感覚じゃないですか。そうそう、だから人に教えれないじゃん、うん、だからこの会話のタイミングもさ、はい、今入っていかなきゃとかさ、うん、あ、今そこで一言入れなきゃっていうのは、うんうん、いや言うのは簡単だけど、うん、それ本番でその人にやらすのって大変じゃん。そうですね。で振り返って反省で今ここだったよねとか分かりますけど、うん、そうそれってやっぱりもうその場のあれですかね。そうだからバッターとかでもこう振り遅れてるよね、うん、もうちょっと早くとか、うん、これちょっと早すぎるからもうちょっと引き込まないとって、はい、終わったというのは簡単なんだけど、うん、それをその場でやらすのってもう無理なのよ、うん、本人がどうにかしないと、はい、ってなった時に、うん、もう俺はこれができないやつは絶対もう打てないと思ってんだよ、うん、はい、やつが一つだけあるんだよ、うん、それなんだと思う。もうこれもし俺がね、はい、これはこうなったら打てんの、うん、っていう条件があるわけ、はい、でそれがもしできないって言ったら、うん、もうそいつに教えることはもう何もない。もう多分そいつはもう無理やと思う。俺はそれがタイミングではなくて、そうタイミングではなくて、もうこれでこうなったらこれは、うん、で打てんのって言って、うん、それが打てないって言ったら全部ストレートで投げるから全部打てってことですか。でもピッチャー変化球もいっぱい投げるじゃん、はい、こういう状況で、うん、こういう状況でこうなった時に打てんのかって聞いて、うん、でそれが打てませんって言ったやつは、はい、もうそいつ無理やと思う。え、どういう状況。え、分かった、うまいじゃないですか。じゃあダルビッシュが投げてます、はい、ね、うん、こういう状況でこうなります、うん、打てんの、こういう状況でこうなりますってどうなるんですか。それがどうなるか聞いてんの。もしピッチャーが、うん、あのじゃあ青柳ですって、はい、とかもしが藤井ですとか、うん、はい、あのそれカウントの問題ってことですか。こうなる、うん、カウントじゃなくてこういう状態、こういう状況で投げるからそれだって打てんのっていう。こういう状況でそのピッチャーが投げるからってことですか、うん、そしたら打てんのっていう。え、どうい
況？分かった。当たり前じゃないですか。こういう状況、うん、コンサル夜見てきてますから。何それ。いやもうだいぶヒント言ってる。え、どういう状況って、なんかシチュエーションですか。ハンデ。ハンデだと。ハンデ、もう目つぶって投げるとかしか思いつかない。いや、ハンデだよ、ハンデだよと。ハンデだと。ハンデ、何のハンデ。何のハンデ、ピッチャーにハンデを与える。うん、そう、何のハンデ。ピッチャーって何のハンデがあるの。クレイジー、分かった。当たり前じゃないですか。でも、戦場逆にアナウンサーで言ったら原稿を用意されたのに読めないと一緒ですよね。うん、そうそういうことですよね。うん、完璧に原稿を用意されたと出ないって、あ、読めないってことです。え、だから、投げる配球を教えてもらう。お、そう、うん、じゃあ、うん、来る球分かったら打てんの。あ、そういうことね。打てんのかって。あ、なるほど。今からじゃあストレート投げます。はい、今からスライダー投げます、うんうんうん、今からフォーク投げます、はい、今からカーブ投げます、うん、もうその投手の、うん、球種何投げるか教えるから、うん、そしたら打てんのかっていう。あ、これでもし打てないやつはもう無理、はい、確かにそうですね。もう、もうそれはもう野球選手として無理。うん、だって何が来るか分かんない状況で対戦してるのに、来るの分かって打てなかったら打てないですよね。そう、だから俺は、うん、そのまあ、打てないやつもいるじゃん、うん、そのキャッチャーでも全く打てないとかね、はい、打率が2割5分とか2割以上も打てない、うん、2割5分前後も打てないとか、うん、言うじゃん、うん、だから俺は聞きたいのよ、はい、なんで打てないのか聞きたい、うんうん、ってなった時に、はい、まあ、いろんな理由あるとしても、うん、じゃあ、うん、みたいな、うん、戸郷だったとしても、うん、今からフォーク投げますって言って、うん、フォーク打てるよなっていう。だってボール球は振らないわけじゃん、はい、だってフォーク投げますって言ってんだから、うん、じゃあそうじゃないとよ、うん、練習でよ、はい、カーブマシーン、うん、なんで打ってんだって話じゃん。はい、そうですね、うん、でバッティングピッチャーにスライダーお願いします、うん、たまに言うわけよ、うん、来る球分かってたら、うん、追いかけちゃって打てないっていうやついるんだよ、うん、だから何来るか分かんない方がいいっていうやつ言うんだけど、うん、俺はそれはもう言い訳だとずっと思ってるの、うん、それなんでかっていうと、はい、来る球分かってて、うん、追っかけちゃうから打てないっていう割に、うん、なんでお前バッティングピッチャーにスライダーお願いしますって言ってんだって俺は思うんだよ。矛盾するじゃん、はい、それだったら、うん、バッティングピッチャーにも、うん、ミックスでお願いしますって言わなきゃいけないね、うん、何でも投げていいんでって、はい、なのに俺が全員じゃないかも分かんないから、うんうん、違う人いるかも分かんないよ、はい、でも俺の見た限りで言うと、うん、そうやって言うくせにバッティングピッチャーにカーブお願いしますって言ってるわけよ、はい、もしくは変化球のマシン打ったりしてるわけよ、うん、いい意味あんのみたいな。ああ、そうかって思うから俺は信用してないんだけど、はい、いや来る球分かったら、うん、そのホームラン打てとは言わないけど、うん、そのまあ、野手が守ってるから、うん、いい当たりしてもアウトになるかもしれないけども、はい、自分のバッティングで自分のタイミングで完璧にはスイングできますよねっていう。うん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 。もうボールにその来る球種分かってたらタイミング取ってちゃんとボールに当てる、うん、当ててタイミングよくちゃんと振れますよね、うん、振り遅れたりとか泳いだりしないで、うんはい、自分のベストタイミングで振って打てますよねっていう、うんうん、あ、確かに。でも私それってできるもんなんだと思ってました。だから配球っていうものがあって、いやでもそれがもし、うん、できるんであれば、うん、仮によ、うん、じゃあなんで打てないのと思う。まあ、そっか、そうです、確かにそうですよね、うん、でもまあだからそれで、うん、でなった時によ、うん、じゃあ、うん、まあ、一番いいのは、はい、ストレートを待ってストレートも打つ、うん、ストレートを待ってて変化球を合わせて打つのが一番いいよね、うん、はい、普通に考えて、うん、でもその対応の仕方で全く打てへんのやったら、うん、球種に山張ったりせえへんのかって思うわけ。うんうんうん、だからもう次、あ、うん、ちょっと勉強して、うん、俺とかはもうまっすぐ待って変化球対応してたけど全く打てなかったから、うん、だから球種に山張るようになって、うん、障害打率も2割5分は打てたしね、うん、ホームランだって100本以上打てたけども、うん、なぜならまっすぐ待ってて変化球対応できたらそれが一番いいよね、うん、でも俺はそれができないからその代わり読みが外れたらアウトになるから確率は落ちちゃうんだけど、うん、その自分の打てない確率を上げるためにそうやってしたんだけど、うん、そうしないのって思う、うんうん、考えて、はい、次スライダー絶対スライダー来たら打つま、うん、っすぐ見逃し三振します、その代わりスライダー来たカーン、うん、打てたらいいじゃん、はい、どうせ打てへんねんから、うん、どうせ打てへんねんからって思うわけ、うん、俺はね、うんうんうん、
え、それだったら打てんのっていう。だから打てる球種待って、もう山張って、うん、それを狙って打てばいいんですよね。うん、それは打てんのっていう、うん、もうまっすぐ待って変化球は打てません、うん、その代わりよし高橋奎二、うん、カーブカーブきたカーンヒットは打てますよねっていう、うん、それができる人はあれですよね、投げる球種分かったら打てるんだったら打てるんだったら、うん、そういうちょっと頭使って、うん、配球とか勉強して、うん、来る球山張って打てばいいのにと思うわけよ、うんうん、どうせまっすぐ待って変化球対応で打てへんのによ、うんうん、はい、うん、でもそれ打てんのかなと思っちゃうわけ、うん、あ、そっかそもそも、うん、そもそうですね、そもそもね、うん、来て、うん、打てんのかなって、うん、っていう、はい、それは全部が全部いいショットは打てないかもわかんないけども、うんうん、え、打てますよね、そこ、それはっていう、うんうんうん、え、じゃああれですか、やっぱり1軍と、じゃあ1軍と2軍じゃない、あれタイトル何でしたっけ、打てるやつと打てないやつ、打てる打てないの差は、うん、でも本当にタイミングが取れるか、そう、タイミングが下手くそだから、うん、何来ても対応できないわけじゃん、そういうことですね、で山って打てば、うん、タイミングに合わせれるわけや、うん、もう、はい、そのタイミングで打ちますみたいな、うん、人に合わせられないから、はい、もうその球種だけに合わせますって、うん、で合わせれますよねっていう、でそもそももしかしたら本当に打てない、打率が本当に出ない人っていうのは、うん、それすらもできない可能性があるってことですよね。そうなの、それは、うん、それができなかったら、うん、もう無理やと思うね俺は、うん、だからもしね、うん、アナウンサーでも台本にあります、うん、でだからセリフと一緒よ、うん、ここで A さん喋ります、はい、次 B さん喋ります、うん、でここで A さん喋ります、うん、もう決まってます、はい、この通り言ってくださいねって言ってんのに、うん、その言葉の間に挟めないみたいな、はい、言うセリフ決まってんのにみたいな、そうですね、用意されてるもの喋れなかったらアドリブはできないですもうできんよ、はい、それはね、うん、だからそのえ来る球分かってたら打てますよねっていう、うん、だから、ね、来る球分かってたら、うん、もう完璧に来る球をイメージしてその通り来たら、うん、ホームラン打てますよねっていう、それが甘かった、うんうん、だから俺の場合、うん、教えたくないんだけど、はい、もうあの2点方式バッティングっていう、うんのでやるのよ、はい、そう、2点方式っていうのは、うん、曲がるとこずっと見てるのよ、はい、あそこから曲がったらここに来るっていう、へえ。だってピッチャーなんて一緒の曲がりなんだから、はい、大体、うん、そんなのは、うん、その誤差あるよ、はい、だからこっから曲がったらここに来るわけよ、うん、それがテテテテっていっぱいあるわけ、はい、点が、うん、でそこからのそこのテテテテってある中で曲がったらテテテテってここにどっか来るわけようん、うん、いきなりこういう曲がりなのにこういう曲がりとかすることないわけよ、はい、曲がりは一定だから、うん、そうティ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 ってなって曲がれと思ったらそこの大体のと曲がるところで待ってんじゃんこうやって、うん、であそっからだったらここやと思って打つわけ、へそれがもう自分の中の一番得意なところに来たら、はい、それもう長打楽勝で打てんの、うん、フォークとかでもでそれがティ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 ってなって、うん、この右ピッチャーだったらでこっちから言うと、うん、右ピッチャーだったらこっからこっちに来たば ここの範囲だけがストライクに来るわけよ、うん、でこれからこっちに行ったらインコースにボールになるね、はい、でこっちからこっち行ったらボールになるわけ、アウトコースの、うんうんうん、だからこの範囲から曲がってきたやつだけ打てばいいわけよ、はい、だからそこずっと見てるわけ、へでそこから曲がったらここに来るみたいな、でこの高さにもテテテテって高さもいっぱいあるわけよ、うん、でこっから下より曲がってきたらボールになるわけじゃん、ピッチャーによって曲がり幅も球種も違うわけじゃないですか、いや分かるでしょっていう、それそんなのはもうおあ頭に入ってるから、いやだって分かる、何も分かんなくて立ってんの無理だよ絶対確かにそうまたそれぐらい勉強してくるかみんな、いや何もこの曲がりはだから初対戦が難しいっていうのはそこなんよ、そっか曲がり幅とかが分かんないから、印象もないから、そうそう、だから難しいっていうところはそこで、はい、フォークでもよ、うん、横に線引いて、はい、これより上から落ちたらストライクだし、うん、これより下から落ちたらボールなわけじゃん、うん、ここに線引いてここの上見とくわけよ、うん、そっからでてててててって細かいのがあるわけ、うん、こっからのこっから落ちる場合はこれぐらい落ちるけど、こっから落ちる場合はちょっと落ち球少なくなるよっていう、はい、もう待っとけたら、あ上だ、はい、ただ落ちたらここに来ます、ここコーン出るわけじゃん、うん、いや打てますよねっていう、うん、私すごいよく思うのが、うん、よくその、まあ、キャッチャーは、うん、まあ、その打率ちょっと低くてもしょうがないみたいなことをしょうがないですけど、まあ、なんかキャッチャーだからねみたいな風潮ってちょっとあるじゃないですか、で私的には言えばキャッチャーって配球をまあ考えてリードしてる方なので、うん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 、一番普通のバッターの誰よりも
なんとなくこのもしかしたら次これが来るかもしれないという読みって、うんうんうん、鋭いんじゃないかなってずっと思ってるわけです、うんうん、だからタイミングを合わせるとかそういう佐藤さんじゃあスライダーで打とうとかなれば、うん、打率ってすごい普通のバッターに上がりやすいんじゃないかなって私は、うん、なんか根本ですごい思ってたんですよ、うん、いやだから俺も思ってるんだよ、うん、だから来る球分かってたら打てますよねっていうそれで、うんまあ、打率が低い、まあ、キャッチャーの方とかって、うんうん、やっぱタイミング取るのがじゃ あまりうまくないってことなんですか。うまくだから合わせれないんだろうね、うん、だったら、うん、球種考えて山張ったらでも来る球分かったら打てるんですよねっていうそこなのよだから要は来る球分かっても打てなかったらもう無理だから、うん、そうですね、うんうん、だそれこそタイミングちゃんと取れますよねってことなんですよね、うん、俺だって来る球分かってて打てなかったの、うんうん、それは絶対ヒットになるわけないよ、はい、野手も守ってるからね。ちゃんとよく自分のタイミングで触れなかったの、うんうんうん、あとはちょっとイメージと違う変化する時もたまにあるから、うんうん、っていうか、はい、もしくはこっちも状態悪くて、うん、ファールになっちゃうとかもあったり、うん、いや大きいの狙いすぎてちょっと早かったわみたいなのも、うん、あるから全部が全部打てないよ、はい、でも、うん、2割5分は打てると思うね、はい、うん、だって7割5分アウトになってんだよ、はい、それまでも4回に1回は成功する、うん、と思うね、うん、俺はね、うんうん、でもその中でも俺はもう言ってくれたらもっと打てるんだよ、はい、その中でもひょっとしたら違うかものじゃれんもあるじゃん、うん、だから若干下がる時もあるけども、うん、俺とかだったら 7-3 とかで7スライダーで3ストレートぐらいで待ってるわけ、うん、7-3 ぐらいで、はい、まあ 100-0 にする時もあるけどもね、うん、それによって長打になるかやっぱり 6-4 とか 7-3 ぐらいになると、うん、まあ、全力では振れないからそこはヒットになっちゃうんだけど、はい、いや来る球分かったら打てれないと、うん、いやそれはきつくなっていうそれはもう教えれないじゃん。まあそうですね、うんうん、だから俺はプロで、うん、まあ、アマチュアもそうなんだけど、うん、まずはどうやって打てますかっていう前に、うん、まずは来る球分かったら打てるようにしようって思ってタイミングの取り方とかをそうそうそう、もうまっすぐ行きますって言って、うん、逆に言うと、うん、一番打ちにくいのってまっすぐなんだよ。え、何ですか。変化球打ちにくいと思うやん、はい、それなんで打ちにくいっていうか知ってる。その打ちにくいって言ってるやつ全員ボール球の変化球打ってるから。あ、ストレートだけがストライクゾーンの中でのことで、はい、変化球はボール球のこと言ってるんだよ、うんうん、打てるわけないじゃん、うん、ストレートだってボール球、ストレートのボール球一番打てないよ、うん、そっか、こんなところでストレートとかこんなところとか低めとか外とか、うん、ストレートだけがストライクゾーンの中の定義で、はい、変化球はボール球のこと言ってるんだよ、うん、一番打ちやすいの、はい、ストライクゾーンの変化球だから。そうなんだ、遅いんだから来るの。そっか、ストレートよりも遅いもんな。だからずっと待てんじゃん、うん、でもタイミングゆっくりタイミング取れるじゃん。タイミングずらされちゃうっていう。そう、それはまっすぐ来ると思ってるからね、うん、でも絶対カーブと思ったら絶対カーブ、騎士のカーブなんて、うん、カーブ行きますって言ってくれたら、うん、楽勝で打てると思うよ。あ、そうなんだ。でもまっすぐ来ると思うからポッてなるわけじゃん。だからあ、タイミングずれなってなっちゃう。そう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 、あ、なるほどなるほど、うん、じゃあまあそもそも球種じゃあこれ投げますって言って打てなかったらもうもうそいつ終わりやと思う。でも、うん、もし、うん、来る球分かってて打てるんだったら、うん、で、まっすぐ待ってて対応できなくて打てないんだったら、うん、ちょっとここ使って、うん、来る球を待って打ちゃもうちょっと打てんじゃないのって思う、うん、いや、みんなが気にしてるんじゃないのかなと思ってました。うん、でもそこが怪しいからね、うん、山張ってるんじゃないのかな。だから打てないやつには聞いた方がいい、うん、なんで打てないのか、うん、でも自分でそれをはっきり説明できないやつはもう無理やと思うね。そうか、だからちょっともし今停滞してるなと思ったら自己分析しないとダメですね。そうそう、なんで、しかもなんで打てないんですかって言った時に自分の能力がないからっていうやつもダメやね、うん。だってそんなこと言ったらもう終わりじゃん、うん、分析できてないよ ね、 ね、能力がないっていう。じゃあ何の能力ないのっていう、うん、タイミング合わせる能力がない、うん、じゃあどうやったらタイミング合わせるの、うん、じゃあなんでバッティングピッチャーを打てんの、うん、速くなったらもう球が速くなった時点でもう打てないの、うん、速くなっても来ると分かってたら打てんのとか、うん、っていう、うん、能力でも何の能力ないのっていうまではっきり具現化して言えないやつはもう無理やと思うよ。確かに教えろも教えにくいから。今何が自分に欠けてるのかっていうのを考えてそこ強化したら打てるようになれそうな気がしますね、うん、そうそうそう、それを能力ないからっていうの、うん、何の能力だよっていう、うんうん、だそこら辺をもうちょっと頭使ってやっていくと、うんうん、これはバッティングだけじゃなくても他の何でもそう、社会ので何でもそうだけど、うん、はい、能力ないからできないじゃなくて何の能力がないんだよっていう、ね、うんうんうん、ところを気づいていくと、はい、打てるようになるかも分かんないんで、はい、もし身近に打てない人がいたら、うん、え、来る球分かったら打てんのって聞いてみてください。そうですね、はい